柴田由紀です。本日は2022年3月18日金曜日、白川ホールで行われる室内楽コンサートの奏者インタビューを行います。本日は、チェロの新井康之さんです。はい、新井康之です。どうぞよろしくお願いします。もうメンバー的にはおなじみっていうことで。そうですね、はい、何回目になりますかね。はい、3回目になりました。3回目です。はい、長く続いてて嬉しい限りです。今回はまあ名古屋ということで白川ホールなんですけど。そうですね、ついに名古屋に、はい、進出っていう感じで、はい、ホームグラウンドだと思うんですけど、どうですか？そうですね、まあ、確かにその今回の白川ホールは比較的多くコンサートをさせていただいているところではあるので、まあ、またね、地元というか、まあ、僕はもともと群馬県出身ですけど、まあ名古屋フィルハーモニー交響楽団に入団してもうかれこれ、何年だ、10年名古屋に住んでいるので、もう第二のふるさとと言ってもいい名古屋に、まあ、戻ってきたということで、今回は、はい、そういう気持ちで、臨みたいなと思っております。今回は弦でピアノっていう、まあ、カルテット自体も、まあ、珍しい、あんまり数ないんですけど、さらに弦にクラリネットっていう珍しい組み合わせで、うん、でさらに、まあ、クルセルっていう、ね、マニアックな、はい、作曲家を選んでるんですけど、まあ、弦と管の室内楽っていうのって、まあ、何か弦だけとか。いや、僕はね、割とクラはよくやるんですよ。あ、そうなんですか。はい、まあといってもメジャーな、やっぱりメジャーというか、もう本当にクラリネットと弦って言えばこの曲だよねって、あ、まあ、はい、ブラームスを主体として、はいはい、また、あ、意外とイギリスのフィンジーっていう作曲家の作品だったりとか、はいはい、あとそうベートーベンの、クラリネットトリオ、はい、ピアノとクラリネットとチェロのトリオなんかも演奏する機会が割と多いので、そういった意味ではすごいこう心地よく安心してできるかなとは思うんですが、いかんせんその作曲者が初めての聞いたことない、誰だこれはと最初楽譜をもらった時にだったので、まあそこが少し、まあ、不安というか楽しみの部分ではあったんだけど、いざ今日このインタビューの前に音を出す機会があったわけですけれども、触れてみてすごいシンプルにもこういい曲だなと、単純にもいい曲だなとそれは思いましたね。うん、はい、今回これネット竹内さんにお願いしてるんですけど、はい、竹内さんって初めてなんですね。はい、そうですか。はい、面識も全くなく、そうなんです。だから何かこれから竹内さんとの関係と言われても何も喋ることがないんですけども、ね、はい、これから一緒にアンサンブルと共にこう交流を深めていけたらなと思ってます。はい、もう一曲は、まあ、いつものメンバーで、はい、シューマンですね。来ましたね、ついにシューマン、はい、名曲って言われるシューマンですけど、はい、名曲ですよね。いや、名曲と言われながらなかなかやっぱりこの編成、ピアノカルテット自体が演奏できる機会がなかったものですから、まあ、名曲とはいえ僕もやったことがなくて、まあ、ピアノトリオとかはいくつかやったことがあったんですけど、ついに、はい、チェロ泣かせと言われる曲をやる機会がついに来たかなと思って、はい、チェロ泣かせとは、いや、まあ、とても美しい、三楽章なんですけども、まあ、三楽章の最後にちょっと演奏中にこんなことしなきゃいけないのっていう、別に踊ったり歌ったりするわけじゃないんですよ。皆様の演奏してる時に、まあ、チェロがちょっと少し長い休みの最中に、こっそりとやらなきゃいけないことがあって、まあ、それの効果の差だは効果がどのくらいあるのかはちょっと不明なんですけども、まあ先ほど、まあ、この曲に
多分すごい詳しいピアノの戸田さんとお話ししたところによると、やっぱシューマンの指示でそれをしなきゃいけない、それをするというふうなことが書いてあるので、どうしようかなと、うん、まあケースバイケースだと思うので、まあそれを、うん、まあ全体のいろんなことを考えてしない場合もあるのかなと思いつつ、まあ、ちょっとそこが本番の日までちょっとどうしようかなと悩むところではあるかもしれないです。いや、その大したことじゃない。本当は悩むところはもっとたくさんあるんですけども、演奏する上でもっともっとこうね、美しく組み立てていかなきゃいけないところを山のようにあって、意外とブラームスと比べるとピアノとこう被って動くようなところはバランス的には少ないのかなと思うので、ブラームスだと割とブラームスの方が割とピアノ、そうですね、だからピアノの音の、ピアノ割とドーンっていう感じでしたけど、はい、シューマンって割とみんな、そうなんです、ね、頑張ろうねみたいな感じの、はい、また構成になってるっていうか、そうですね、その頑張ろうねという瞬間がこう徐々に訪れるんじゃなくて、ある時突然それが訪れるので、急になんかこうギアを変えるというかスイッチを変えるなきゃいけない瞬間がパッと来るのがちょっと面白いなとは思うんですけども、展開がこうキュッキュッっていうことですね。そうなんですよ、はい、なるほど。何かこうシューマンの方で聞かせどころは、でもその三楽章の冒頭がやっぱり曲全体を通してやっぱりチェロが一番その歌うことが、まあ、チェロとビオラの、はい、ユニゾンだったりユニゾンオクターブのあれだったりしますけど、はい、でもやっぱりそこが個人的には一番好き、全体を通して好きなところかなと思います。三楽章でさ、うん、こと聞いて、じゃあ、ちょっと宣伝を、はい、こちらのチャンネルではコンサートやインタビューなどのコンテンツを配信しています。3月18日のコンサート、この収録したインタビューも、配信いたしますので、ぜひチャンネル登録、いいねをよろしくお願いいたします。3月18日のチケットは概要欄よりチケットピアテケットでお買い求めいただけますので、ぜひお買い求めの上、当日お越しくださいませ。じゃあ、本日は、チェロの新井康一さんでした。はい、3月18日金曜日、はい、7時から白川ホールでお待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。